発泡スチロールで、ウルトラハンド作ってみた。これが、完成イメージです。まずは、発泡スチロールを切り出すための、型紙を作成します。次に、発泡スチロールの板を準備し、型紙を貼り、スチロールカッターで切り出します。パーツは全部で、3種類あります。環合パーツは、3D プリンタで作りましょう。最後に、組み立てれば完成です。可動チェックしてみましょう。発泡スチロールなら日清化成工業の提供でお送りしました。